ガイアビジョン代表取締役社長の北幸と申します。それでは、えー、発表させていただきます。本日は大変貴重な機会をいただきまして、どうもありがとうございます。えーまあ、の弊社、えー、気候変動に取り組む、まあ、の数少ない日本のベンチャー企業として、せ、え、ん、ーまあ、越ながら、えー、取り組みを発表させていただきます。 はい、えー。まず私ですが、まあ、の今、えー、代表取締役社長、ガイアビジョンをやっております、北と申します、えー。東京大学の生産技術研究所で研究員も務めていまして、まあ、の過去に、えーまあ、の気象系の研究をして博士が踊った後に、まあ、の損害保険系の会社に就職、その後、えー、ベンチャー企業を立ち上げたという経緯になります。 はい、皆様には改めてお伝えするほどでもないですが、今年も含めて、近年、多くの気候変動に関する災害が頻発しております。こちら、気候変動の影響で、こういった自然災害、異常気象が激甚化、頻発化するというのは、多くの研究ですでに指摘されたことで、それがついに現実のものになってしまっているというのは、非常に由々しき事態であると思います。 え、ま、あの、先ほど、え、ま、長村様とからもご説明あった通り、サスティナビリティの情報開示、非常に、ま、過去2000年前後にもございましたが、昨今、え、TCFD をはじめ、え、最近では TNFD や ASSB など新しい情報開示の枠組みが、え、フレームワークや基準等がどんどん更新されており、ま、あの、企業様、非常に対応に苦慮されているというふうに伺っております。 えーまあ、のこういった情報開示とともに、やはりその損害が実際に増えているというところから、その金融機関様に対しても、えー、そういった余震リスクであるとか、まあ、の保険等のリスク、さまざま増加しているということで、特にこの、えー、洪水、えー、台風。 森林火災こういったあの気候変動に関連するものが気候変動の影響によりや s t の情報に使わているのというとが増え昨今のているというのが昨今の大きな傾向でございます。まあいのこういった損害等の情報をまああのどのように使われているのかというところがやはりその昨今の t c f d や昨今の STCFD の サスビ、まあのそういった情報開示の、えー、フレームワークと基準によって、まあ、の多くのデータが、まあ、の使われて、特にあの、えー、ヨーロッパ、アメリカですね、そちらに対して、えー、非常に気候のデータを用いた分析が重要視されており、まあの、日本国内でもそういったニーズが高まって、それを実際に、まあ、の投資、融資に使っていこうという動きが非常に加速していると伺っております。 まあのこういった動きをバックグラウンドにして、やはりその海外では、多くの気候のデータを使ったまあスタートアップ、気候テックにはいろいろございますが、こちら、当社のような気候のデータを使った、クライメットマネジメントと呼ばれる分野のスタートアップになりますが、アメリカ、ヨーロッパを中心に非常に多くのスタートアップがえ出てきております。 まあのこちらに挙げているのはほんの一例ではございますが、えーまあ、の日本国内では、まあ、スタートアップという枠組みでは、えー、スタートアップやベンチャーという枠組みではまだ、えー、弊社、えー、や、まあの、本当に数少ないベンチャーであるということで、まあ、の今回、まあの、日本国内で、えー、弊社の取り組みを紹介していきつつ、まあ、のそれに続くベンチャーが、まあ、の日本でももっと出てきたらいいなという思いで発表させていただいております。 はいえーまあ、改めまして、そのガイビジョンは昨年の9月設立された、まあ、の東京大学初の、えー、気候科学を専門とする日本で、唯つのベンチャー企業としております、えーまあの。地球と社会を科学で見通す、そして持続可能な幸せを実現するというのが弊社の、えー、ミッションでございます。えー、現在は、えー、主にこの、えー、私、北と、えー、デモとの2名でやっております。えー、まあの まだ設立して1年経って、1年ちょっと経ったところですが、まあ、のようやく、えー、企業様にも少しずつ、まあ、の認知されていて、えー、少しずつ、まあ、のご利用いただいているという状況です。えーまあ、の企業様が実施するべき気候変動、今、JR、まあ、東日本産の林中立金様からまあ非常に先進的なお取り組み、まあ、のご紹介いただきましたが、まあの企業えー、多くの企業様、 や金融機関様、まあの対応するために、気候変動に特に適応するために、どういった、えーまあ、ステップが必要なのかと申し上げますと、えーまあの、まずリスクがどこが高いのかというスクリーニングをすること、その後、そのリスクの,、まあ、の対象について詳細分析を行い、リスクが高いところについては対策を行う、そして、まあ、の日々、まあ、の災害等に対して、まあ、のモニタリングを行って、えー、災害が起きそうな時には、BCP、えーまあ、と事業継続、 まあの計画等を発動させるというプロセスが、まあ、の気候変動に対して、まあ、のできるだけ損害を少なく取れるするための,、まあの取り組みになります。まあ、のその中で、えー、弊社が、えー、現在実施している、まあ、の事業なんですがまずは SARS、まあ、ソフトウェアズサービスということでそのクライメットビジョンという気候リスクの,、まあ、の物理リスクの分析を、まあの 専門家でない方でも簡単にしていただけるアプリケーションを、ウェブアプリケーションを開発しております。それから、その他アプリケーションで対応できないところに関しては、コンサルティングという形で対応させていただいております。弊社がやはりその大学初のスタートアップということで、まずその弊社の得意としている分野としては、洪水、河川洪水になります。 えーまあ、の河川洪水はあの日本国内でも、えーまあ、の先ほど、えー、何度か話に出てきました通り、そり、2019年の東日本、えー、台風等の、えーまあ、事例などさまざまな、えー、河川洪水による災害が起きております。えーまあの 国土交通省様も非常に多くの対応されているんですが、気候変動の影響により、その豪雨やが頻発が激甚化していることで、その洪水の対策がより必要になってきているという背景もあり、まあ、洪水のデータというのは非常にニーズが高いと感じております。まあ、その他、猛暑や高潮、台風、海面上昇とさまざまなデータがあり、まあ、弊社ではそちらも順次、開発を進めているところです。 それを用いて、えーま、の企業様の情報開示の高度化を支援するだけでなく、実際に気候変動による損害を減らしていく、そういったリスクマネジメントの高度化もお手伝いさせていただいております、はいまの。弊社の主要な取り組みであるクライマットビジョンについてご紹介させていただきます。えー、こちら、今年の7月に、えー、ベータ版をローンチしたばかりでして、さ、えー、まざまな、えー、研究機関、 からデータを集めたり、弊社独自で開発したデータを揃えて、そちらに対して、地理情報システムや財務影響評価の分析アルゴリズムを組み合わせ、アプリケーション上に表示させるという内容でございます。様々な気候データがたくさんあって、どれを使ったらいいのか分からないや、 大量のデータを分析するのにコストがかかる、時間がかかるといった、そういったお声をたくさんいただいていまして、まあ、弊社では、その中、さまざまなデータの中から、まあ、TCFD やそういった気候,、えー、気候変動のリスク分析に必要なデータを厳選して、それに適切な分析アルゴリズムを組み合わせることで、えーまあ、企業様がより短時間でストレスなく分析できるようなサポートをさせていただいております。 分析自体は非常に簡単でして、地点を登録して、分析ボタンを一つ押すだけで、その分析したい地点の、まず洪水リスクが世界中どこでも分かるという機能になっております。現在は10年、100年、1000年に一度の規模の洪水に対して浸水ンデータを提供していまして、その地点の周辺の えーまあ、の浸水想定域、いわゆるハザードワープに近いものを、まあ、一緒にご提供させていただいて、まあ、の企業の情報、企業様の情報開示やリスクマネジメントにご利用いただいているということになりまして、えー、現在の、えー、これまでの利用実績ですとしては、ク、まあ、レイミングビジョン自体は3社ございまして、その他、まあ、のコンサルティング企業様、まあ、主に上場企業様がやはりお客様としては多いんですが、す、え、べ、ー、て6社で、6社これまでご利用いただいております。 あのこういった独自のデータを使っていて、やはりそこに、まあ、の求められているのは、その精度,になってき精度や再現性になってきます。えーまあ、の弊社で用いているのは、時、ま、計、あ、大学で、まあ、の開発されたケーマフラットという、まあ、の河川洪水モデルを、まあ、の弊社で独自に動かしながら、えー、過去のデータや将来の予測データをインプットとして入れて、それを高解像度化し、えー まあ、それを精度チェックして企業様にご提供しているというものになります。えー、まあ、あの、こちら JR 東日本様の、えー、まあ、えー、浸水、東日本台風による洪水で、まあ、浸水してしまった車両地基地を、えー、移させてしまっていますが、まあの、こちら長野県の千曲、えー、川の流域で、まあの、国土、えー、交通省様のハ、えー、ザードマップと、えー、まあの、皆様よく、えー、リスク分析に使われているアキラクトと、 呼ばれる、えー、ものを出していますが、まあ、のこちら、えーまあ、やはりその無料データのアキラクトだと、どうしても、えー、リスクが過剰に評価されたり、まあ、の見逃しのリスクがやはり国内だとよくあるという話を伺っており、まあ、の弊社はそういったところの制、まあ、度が再現性に関して、えー、あの無料データよりもより精度の高いものをご提供しております。えーまあの洪水 はあのグローバルでも、えー、分析したいというお声をいただいてまして、まああの、去年のドイツ、ベルギーの洪水やるとか、あの2011年のタイの洪水と、まあ、あのグローバルの、えー、洪水に対してもどれぐらい対応しているのかというのを、まあ、弊社でチェックしながら、まあ、そのデータ、グローバルのデータの提供もしております。えー、そして、まあの、大事なのが、この将来ですね、えー、気候シナリオ分析というところが、えー 重要になってくると思いますが、まあ、日本国内で HSLMD4PDF を利用しまして、えー、将来どこでどれぐらいの構水リスクが変化あるのかということをご提供し始めております。えー、そして、財務影響評価です。財務影響評価に関しては、えーまあ、その 新推進だと、どうしても、えー、TCFD 等にすぐには使えないということで、まあ、の国土交通省様の,、まあ、の手法等も参考にし、えー、参考にしながら損害額も実際に出すという機能も備えております。えー、そして、まあ、の対策をど、えー、どんな対策をしたら損害額がどれぐらい減らせるかという機能も現在開発しておりまして、えー、対策の効果、企業様の努力をちゃんとミール化する、それを、まあ、情報開示やリスクマネジメントにお使いいただけるということで、その 気候変動に前向きに立ち向かっていこうといった企業様の、えー、モチベーションを高めるような工夫もしております。まあ、の実際に、まあ、のお客様をご利用いただいた場合、まあ、の化学メーカー様、えー、ご利用いただいたことはあって、まあ、のやはり、えー、国内、まあの、現在国内の分析していただいて、まあの、今後海外の分析もされると伺っておりますが、まあ、の気候変動の,、えーまあ、の将来の分析を TCFD、まあの TC するということで、まず、国土交通省様のハザードマップだけだと現在機構だけなので、の将来のリスクや、まあの影響、財務影響評価が必要だということで、えーまあ、のこういった情報をご提供して、その、定量的に科学的なエビデンスがある情報をいただいて、納得感のある対策検討、説得力のある投資家説明が可能になったということを伺っております。まあ、その他、様々お客様からお名前、えー まあ、あお声い,いただいていまして、まだ弊社で十分対応できていないものもございますが、えー、今、えー、機能拡充を図り、えー、洪水以外にも、あの、高潮や、まあ、熱波、台風、様々なデータを分析できるように現在準備をしているところでございます。 そして、まあの、気候と社会をつなぐテクノロジーとビジネスということで、まあ、のタイトルございましたが、やはりその大事なのはそのデータと、えー、企業様のデータをつなぐことだと弊社は考えております。どうしてもその気候のデータ、まあの、たくさんあって使いにくいという、まあ、のどうしても気候データの方に、えー、視点が行きがちですが、企業様や金融機関さん、ひ、えー、いては自治体様が本当に必要なのは、社会や自分たちにとってどれぐらいの影響があるのか。 という内容です、えー、気候データは、えー、やはりそのことについては直接は教えてはくれません。えー、弊社ではこういったクライメットビジョンのような、えー、ツール、新しいツールを通して、1、えー、つのプロダクトとして気候の予測を社会の予測につなげていく、そういったプロダクトを、えー、作ろうと現在、開発を進めているところです。 まあ、引いては、気候科学の我々のような研究者が持っている知見、それから、まあ、金融、まあ、ビジネスの、まあ、プロフェッショナルの方々が持っている知見を、こういったデータのツール上で統合を行い、ビジネスに特化したデータ、ツールをより開発して、ビジネスの方、金融を将来見通す最適な意思決定を促すツールを作っていきたいということを弊社は目論んでおります。 まあの気候変動リスク参加学連携ネットワーク弊社も、えー、加入させていただいて1年ほどになりますが、さまざ、あ、ま、えー、期待をしております。ちょっと少し時間が押してきましたので、なかなかすべ、えー、てをお伝えすることはできませんが、えー、やはりそのサステナブルファイナンスの連携によって、もっと前向きに気候変動を、まあ、の気候変動の適用を ビジネスとして前向きに立ち向かっていこうということをお伝えしたいのとあとその日本が本当に100年後生き残るための戦略作りと連携が非常に必要だと思っています、えー、まあ日本は災害大国と言われて久しいですが気候変動によってさらに災害が激化していくそして本当に日本が、えー、私まだ30ですがこれからまだ50年60年生きていけるのかということは、えー、個人的にも非常に憂慮しています私たち今のベンチャー企業としては 我々がちゃんと日本で心よく、えー、心地よく生きていけるためのビジネスをちゃんと社会を作っていくために取り組んでおりまして、そういった新しい前向きな社会づくりに関して、まあ、の企業様や金融機関様、えー、研究者の皆さん、自治体様、そしての個人の皆様にもっと前向きに対策するためのツールをご提供していきたいと考えております。そして、えー、自動的に対処するしかない社会から、まあ、の主体的に気候変動に 対策を行い、サステナブル、レジリエンスな社会を作っていく、それを弊社のツールとして提供させていただきたいということを考えてビジネスをやっております。はいまあ、のまだまだ弊社は小さい会社ではございますが、気、ま、候、あ、ビッグデータリスク分析にあるご関心のあるビジネスパートナーを募集しておりますので、ご関心ございましたら、えー、ぜひご連絡の方をお願いいたします。ありがとうございました。